はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。ということで本日から新実況シリーズスタート、ドンキーコングリターンズ夏2010年ニンテンドーということでね、まあこの春に新しくトロピカルフリーズの新作が出ますんで、まあちょっと懐かしめのこのドンキーではありますが実況していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。いやー、久々ですね、ドンキーコングリターンズ。昔ちょっとだけやったことあるんですけど、ほぼ初見プレイみたいな感じなんで、楽しんでいけたらなと思います。ちなみにモッティは、スーパーファミコン時代、および64時代は、ドンキーめっちゃやり込んでるどころか、全部クリアしてるんで、ちょっとまあ、ちょいのちょいでね、リターンズもクリアしてやろうかな、みたいな。からのー、おらー、ガピュー俺様の前で変なことやろうったって無駄なんだ。始まるの？スタート？スタート？入るよね。やっぱ入っちゃうね。なんかあるよ。なんかあるよ。これなんだ？パズール。これなんだ？これなんだ？これは。これ何？これ何？これ何？これがわかんない。これわかんない。操作をちょっといろいろ勉強しよう、まず。あ、なんか出てきた。こうか。しゃがみ中に服。あ、ちょっと、行っちゃったんだけど、どっか。ちょ待って。練習してたらどっか行っちゃったんだけど、なんか。ちょ、そんな。取らなきゃいけないアイテムなんじゃないの、これ。まさか。あ、やばいかもしれない。これ、取り逃したのは。実は、取り逃しちゃいけないアイテムな何かしがするぞ。ちょっといろいろね、学んできながら、下押して、それさっき言ってよ。あ、コイン。バナナコイン的な。あ、これ踏めない。あ、踏んだ。あ、踏んだ。あ、死んだ。あ、死んだ。これ高い、上どこ、上、え、なにこれ、叩く、叩いちゃったら上乗れなくない？バカなの、なんか、ぎこちないあたりが、ちょっとやだ、こっち行く。K来た、K-O-N-G、O-O-N-G。これさ、な空中でなんかどうのこと、あ、パズル終わる。空中でなんかこう、あ、ローリングからちょっとジャンプすれば若干こう飛距離が伸びる的な。なんかとりあえずぶったたく、こいつは何なんだ。踏めばいいの。なんかドンキー、いやマジドンキー久々な。超懐かしいんだけど、横スクロールドンキーとか久々すぎる。これ後ろのやつ絶対倒れてくるでしょ。ベアだろうな。んな嫁子ちゃんだよ、ドンキーコングシリーズやってる人間からすると。あ、危ない。ちょっと、危ない。これさ、これ、一個一個俺破壊、丁寧に破壊するんだけどさ、丁寧に。これ破壊する理由はあるの？よっしゃ、三つ目。パズル集めてけんよ。なんだお前は？誰だてめえは。あのね、奥に惑わされて、手前のギミックを、おろそかにする人間は、なんもなかった。ちょ、あ、なんか落ちた。お？あ、ハートがあった。ハートで体力回復できる。これさ、え、かっこ、あ、え、ちょ、下から叩ける何かしとかじゃないの？え、てか、しかもハート1個取られるとか結構さ、あ、ハート出てくる。なんだてめえは？なんだお前のカエル？あ、飛んでった。これ空中で攻撃とかできない？できないの？リターンズの。わかんねえ。まあいいや、先進むぜ。なんか、なんだ？あ、すごい。あ、なんでこう。あ、バナナがいっぱいで。ちょ、バナナ欲しい。バナナ。これなんか、集めるみたいなない？くるくるジャンプで集めるみたいなな。あ、ちょっと待って。はっ。なんかだんだんでもバナナの数減ってるから、これもしかして全部取ることによって、何かしら、意味がある！なんか出てきた！キモい！よっしゃ、出てくる！やったぜ。いや、結構考えられてるぞ、これは。ワンナップー！多分、わからないけど。むずくないそれ。え、取っていい？取るよ。ドーン！いけた？いけたぜ。まあね、そのぐらい余裕のよっちゃうんですよ。そう。ね、やっぱり、なんだお前は。あ、これ中間？あ、これ中間？あ、これ中間か。え、なに？え、こう。あ、タル持って、投げていいの？あ、で、デーが出てきた。デーが出てきた。そう。ちなみに、なぜ、リターンズをこのタイミングで始めたかっていうと、一個ね、まあ一つはあるのは、なにこれ？え？あ、なに？バレルジェット？あ、これいいですね。ちょっとこれは、極力二人、あ、しかもあれじゃん、体力4つになってない。おーまだどこぞの芸人さんたちが、やるんだよね、ドンキーを。確か。それをね、聞いて、
やろうみたいな話ですよ。これさ、思ったんですけど、今、あの花、叩けたじゃないですか。叩くんですね、つまり。あ、たったこう、おお、いけない。ってことは、一個僕は取り逃してるんじゃないかみたいな、あれに苛まれている、すでに苛まれているぞ。もう、取り逃しが実はあるんじゃないかみたいな。あともう一つ言っていい？ものすごく、あ、なっちゃった。ものすごく、もうすでに腕が痛いです。もう、開始5分少々で、すでに腕が痛いです。もう5分以上経ってるかわかんないですけど。え、一面長くない？あ、落ちていく。あ、大丈夫。ボーナスステージ。ボーナスステージ。ボーナスステージ。おう。あ、すごい、かっこー。あ、ちょっと待って。ドゥードゥードゥルルルドゥルルルじゃん。ちょ、もう一回やるやるよ、もう一回やる。ちょ、待って、やらせて、もう一回やらせてよ。ちょ、マジで、なんでだよ。そんな初心者にさ、いきなりそんなタルタイ砲とか難しすぎんだろ、マジで。今も出てこないし、タケコプターなんか出てこいよ、マジで。これ取れてないんだけど、触ったけど。マジで？マジか、それズルだわ。ずるすぎる。これで、これ一回こう行って、え、すごいね。あ、なんか突っ込んできた。激横プンプン丸。あ、ちょ。微妙に合わなかった。で、激横でそのまま消えてくやつなのか。なるほど。んで、乗れなくない？これもしかして敵踏んで乗らなきゃいけないやつ。いや、俺は乗る。俺乗れた。あ、全然乗れた。こっちに戻ると、パズルがあるよ。5個目。一面のぼくのあい、こんな長えのドンキコングリターンズ。いいね。あ、コング来た。コング来たってことは、もうこれでゴールでしょ。あ、これゴールだ、多分。何がいいの？どれがいい？ DK がいい？ DK がいい？ DK がいい？イエーイ！あ、まあ、え？何？ちょ、待って。え、連打するの？え、連打するの？連打するの？先言ってよ。あ、さ、初見殺し、まあ、ドンキは初見殺しが多いでおなじみなんだけどさ。さっき言ってくれないか。今のがバナナジャングル。2が。あ、だ、これ、あ、回収要素多そうですね。パクパクパニック。行こう。回収要素多そうだね。これ結構やりがいあるかもな。いや、ドンキね。まあ、1の頃とか、1、2、3とか、101、102、105% クリアとかやったし、64の頃とか 201% クリアとかやりましたけど、やり込もうと思ったらマジでドンキーコングシリーズレベル高いっていうか、レベルも高いし、こうバックジャンプとかできない。なんか、本当にやり込まざるを得ないみたいな。なに、ここ？あ、掴める。なんかサスケにこんなステージあった。サスケ第3ステージになんかあった。なんかあった。これちょっと全部、花全部回収してこう。これさ、奥に入れたりしない。乗る。これは？この樽はあれか、別に。関係ないやつ。なんか出てきた。怖っ。え、いくらでもあるな、こういうの。マジか。いや、これあれだぞ、本当に。もうやり込まないといけないやつ。やっぱドンキーだわ。ドンキー楽しい。絶対このさ、パックフラワーの先なんかあるじゃん、こことか。ほら、それぐらいわかるわ。それぐらいわかったけど、マジで。で、このクリフハンガーに掴んでいくじゃん。で、カエル野郎がいるのを上から踏んで、よし、ダブル踏んでいく。オッケー。これはどうしたらいいの？ここを掘って、あ、で、ある程度行くと、危ない。こうやって、ジャーンって届かない。もう一回。これあれですよね。これさ、こうやって、ここ乗ってから、こうやって、ここになんかがあるせやろな。これはわかりやすかったですね。で、ちょっと邪魔なんで、とりあえず一回どけて、ここのこっちとかなんもない。もうちょっと、もう触った？ちょっと審議だけど、審議。体力あれですね。体力ちょっと、ハート見つけたら、一回ちょっとそこで保留しといた方がいいかもしれないですね。なんかもしかしたら、ね、後々一気にダメージ食らう可能性とかもあるし、細かい。いろいろ細かいよ。早い。いいよ。おウルトラクリスハンガー。ウルトラクリフハンガー。一回降りて、これグーやって、これもしかして掴めないけど、そんなことないよね。はい、どっか行って、早く出て、はい、せーの、はい。はい。でかい！これは、ただあの花の名前を僕は知らないけど、あの花のところに、とりあえずハート取る。はい、ハート取った上で、あの花の上に降りて、コインを取る。このコインがなんか意味あんのかね？あ、
ほんで、あ、ひるんだところを潰していく。あ、ちょ、危ない、危ない。ちょ、あんま焦る必要ないから。ドンキーコング、これどうやるの？ここで、あ、上から、上を叩いていく。あ、そういうのもある。なになに？あ、なんか出てきた。なに、ドクロ。え、入っていい。入った。ドクロは何の意味があるの？わぁ、取って、こう取って、上は？上もある。あ、戻される。あ、え、ちょ、ボーナスデジ。お、神？なんだ、キモい。トントトロトロト。これ、あれですよね。BGM はさ、1ですよね。トゥルルルルー。あなんか時間あるからもうちょっとゆっくり取ればよかったんですけど。ちょ、今までボーナスステージ1回も成功してない。ちょっと1個目の目標できたな。ボーナスステージを完璧にクリアする。下手くそかよってめっちゃ言われるけど、多分下手ですよ、僕は。で、入る。俺、ドンキーに関してはあんまり自信ないから。めっちゃ踏む。え、ね、何すんの？これで？あ、すごい、ドーン。こんなこともできると。これ覚えとこう。なんか、どっかしらで絶対忘れそう。で、ぶっ壊しいの？飛びいいの？もう、とりあえずはさ、いや、怖っ。これ叩けばいいんだよね。ふぅー！あぶねー！よく知らなかった、今。あぶねー。あ、違う、来た。ちょっと待って。ほんとさ、マジでさ、届かない。ほんとさ、結構さ、ドンキーコングって大変なのね。なんか、ニッテンドーのさ、アクションゲームの中だと、星のカービィとかっていうのは割と簡単な部類と言われていて、アクションが苦手な人が結構やるにはふさわしい。ギャーギュ分かってたけど、そこにいたの。そうって言われてるわけですけど、ドンキーは、途切れてるのか。芝が途切れてる。って言われてますけど、死によ君。なんで死なないの君。ずるじゃない。そう、ドンキーは、ニンテンドーのゲームの中だったら、キモい。一番難しいというふうに言われている。言われているだけで実際にどうなのかはわからない。わからないけど、僕は正直、ドンキーは、やり込もうと思ったら、ナイス？ありえないくらいの難易度あるんで、嫌です、僕は。いや、嫌です。何が嫌なの？ちょっと、頑張れ。いやでも楽しい。いやドンキーはほんとね、アクションゲーム好きにはもうよだれダラダラですから。これ何？上か？これ上だけど。うわー！そういうパターン。いけるパターン。N。ちょっとコングはね、ぜひ集めて。で、ここを、死にそう。あ、全然。優しい。優しかった。そう、これあれですよね。ドンキーコング2のさ、ハニーの、ありましたよね。ハニー、何でしたっけ？ハニービーなんとかみたいな。なんかここ入れますね。ここ絶対ある。よーし、5個目。あ、ここ、あれですね。パズル7しかないんで、もしかしたらワンチャンあるのではないか。で、このバナナは、取らない。ちょ、出てこい。よし。出てこい。あるの？一回取って、ここまでは届かないの俺は知っているぜ。ザマー見やがれ。ちゃんと見てたんですよ、その点。よし。からの、上がって、上からまたなんか出てくる。ただこのタイミングジャンプで食われないように気をつける。いけるくない？結構サクサクじゃない？余裕で飛び移ってくる。真横だな。からの、いや、ここはね、一回、今なんか右側になんかあるかなって一瞬思ったけど何もなかった。ただそれだけ。え、でもなんかありそうじゃない？なんかさ、ああいうとこにさ、なんで足場が無駄にくっついてるんだよみたいなことあるじゃん。あるじゃないですか。もうこういうのもめっちゃ右とか行きたくなるんですよ。でもドンキーコングシリーズって意外とそういうのないんだよ。なんだお前は？誰だてめえは？誰だ？初見も落ちた。あ、これなんか滑った。かわいい。コインか。ほんとこのコインが謎いな。でもなんか絶対、後で何かしら買うんだろう、アイテムとか。昔あったよね、ベアコインで。ギア買うみたいな。いや、死ぬ、それは。こっこ、いや、待って。あーば、結構むずい。あ、そう。あ、ゴール、マジ。ちょっと、速度わかんない。どれぐらいゆっくり行くのかわかんないけど、ただ、ゴリゴリやろうね。せーの。どこ？え、こっこー！来たー！ 11! っていう感じでお届けしていきたいと思っております。ドンキーコングリターンズ、ぜひパート2も見てね。毎日更新の予定だよ。以上、モッピーでした。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。明日は今年のポケモンの映画の前売り券の発売日ですね。前売り券買いに行くと、今年は、マルスケルギアがゲットできるということで、マルスケルギア結構久々ですからね。僕もルギア持ってますけど、マルスケルギア持ってないんで楽しみですね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。